N360 は、ホンダ技研工業が、かつて製造、販売していた、軽自動車である。本校では、日本国外向けの N400、N600 及び、日本向けに販売された小型自動車、N600E についても解説を行う。全輪駆動方式を採用して広い車室空間を確保するとともに、1967年時点での軽、 乗用車としては突出した高出力のエンジンを搭載。当時の軽自動車業界における馬力競争の火付け役になった。高性能と低廉な価格が相まって当時のベストセラーモデルとなった。愛称は N コロ、他に N3 などとも呼ばれていた。1966年の第13回東京オモーターショーで発表。1967年3月に販売開始。 それ以前の同社は、スポーツカーの S シリーズや、商用車を製造を販売していたが台数は限られており、本モデルが、同社初の本格的量産型乗用車となった。社名の N は一説に、乗り物の略とされ、ホンダ総一郎社長が、ミニマムトランスポーテーションとしての普及を目的に、命名したとされる。二ドアの二ボックス形状は、小型タイヤを四隅に配置して、 車室空間を稼ぎ出そうとした設計である。当時の軽乗用車としては極めて広い車室を備えており、設計思想及び駆動形式は1959年から市販されたイギリス製小型車ミニの影響が色濃く出ている。またトランクリッドを備えているのもミニと共通であるが、本モデルではリアバルクヘッドやトレーを省略したトランクスルー構造を採用した。 ホンダ総一郎は当初のリアデザインが気に入らず、すでに生産用の金型を取り終わった、クレーモデルに後からカンナで削りを入れて、これでいけと指示したため、金型の作り直しで多額の出費が生じたという逸話が残る。初期系のスピードメーターは、テスターのインジケーターを思わせる単純なデザインで、シフトレバーはダッシュボード下から突出させた一種のインパネシフト式とされた。 ステアリングシャフトはフロア中央から出ており左右どちらのハンドルにも対応しやすいように設計されたフロントに搭載された横置きエンジンによる前輪駆動を採用したエンジンは4ストローク強制空冷直列に気筒チェーン駆動再一 C でドリーム CB450 に搭載されていた空冷並列に気筒 DOHC エンジンをベースに開発されたこのため タイミングチェーンは、通常の自動車エンジンのようなシリンダーブロックの一端ではなく、二気筒オートバイと同等にカムシャフト及び、クランクシャフト中央に配置される。このエンジンは、内径 X 工程 62.5X57.8 から、排気量 354cc、最高出力 31PS、8500、 RPM をマークする四輪車としては異例の高回転型エンジンである。この時期の多メーカー製軽自動車はアニストロークエンジンが主流であり、それらの最高出力が一般に 20PS 台前半であったことと比較すると格段の高出力であった。これはホンダ技研工業がオートバイで得意とした高回転許容で出力を稼ぐ手法をそのまま適用した結果である。 交渉最高速度時速 115km も当時の軽乗用車では最高水準である。エンジンの構造上装備や振動が激しいものの、性能確保と構造簡易化を優先して、防振防音対策は簡易な水準に止められている。四足、マニュアルトランスミッションは、初期型ではオートバイの構造に近く、エンジンと直列に配置される常時亀合い式。 ドグミッションを搭載した。サスペンションはフロントがコイルスプリングストラットの独立喧嘩、リアはハンダエンリーフスプリングの車軸喧嘩とし、前後とも簡略、小スペースな構造とした。車室暖房は空冷エンジンの排熱を利用する方式で、このためガソリンやエンジンオイルの匂いが室内に入り、温度制御の面でも不利であるが簡易なことが優先された。 発売当初のグレードは1種類のみで、価格は、埼玉製作所鞘山工場渡しで31万3000円、東京、神奈川店頭渡しで31万5000円と、他社の同クラス社が設定した35万円、45万円程度より、大幅に安価な水準とされた。高性能でしかも廉価なことから、一般大衆の人気を得て、ヒット作となり、当時、 スバル360が長く保持していた軽自動車月間販売台数トップ記録を発売から数ヶ月のうちにダッシュした。同年6月には姉妹車としてライトバンタイプの LN360 が追加された。N360 のハイパーアブリに驚愕した競合他車はニストロークエンジンを高回転化してパワーアップすることで対抗。その後ショック直前までの数年間にわたって、 軽自動車業界は、カタログ出力を誇示し合う馬力競争に突入した。360cc の軽自動車でありながら、実に排気量1リットルあたり 100PS に相当する36から 40PS に達したのである。最も,も 40PS 級のスポーツモデルとなると、超高回転型の特性で常用一機のトルクに、乏しく実用性欠如を露呈する弊害が生じた。 1968年4月には、ホンダ発の自動変速機を搭載した N360AT も発売されている。これは自社開発製品でホンダマチックと称した。このホンダマチックは、後にシビックなどに搭載されるレンジを持つ半自動式ホンダマチックとは異なり、本格的な三足フルオートマチックであり、セレクトレバーはハンドルコラムに設置され、 prnd-3 から2から1の7ポジション式であった。最高速度は時速 110km に達し、4速 mt 車とほとんど遜色ない。1968年7月にはキャンバストップを備えた N363 ルーフが追加された。1968年9月、ツインキャブレターを装備して 36PS、9000rpm を発生する。 TTSTMTG の各グレードを追加。最高速時速 120km。ホンダはすでに S シリーズを海外輸出していたが、N360 が開発されると、これをベースに排気量を 400cc に拡大した N400-600cc エンジン搭載。最高速度時速 130km の N600 が製造され、アメリカ合衆国。 ヨーロッパに輸出された。ヨーロッパでは、メーカーの競争激化による淘汰や、各社の生産モデルの上級移行で、最小クラスに当たる廉価な勝敗企業ミニカーが、徐々に減少していたこと、またオートバイレースや F1 レースで知名度の高い、ホンダの高出力車であることから、若年層を中心に、収入や免許制度での制約のあるユーザーの指示を受け、一定の販売実績を収めたという、 また当時の西ドイツでは 250cc 以下の自動車は日本の軽自動車に類似した優遇税制、免許制度があったことから現地ではボアダウンキットで 250cc にするユーザーもいた。600cc モデルは日本国内向けにも1968年6月から N600E として市販されたが海外ではヒットしたのとは裏腹に居住性は 軽自動車並みであるのに、税法上普通車扱いとなることから販売が振るわず、わずか半年間1500台程度で販売を終了した。これは大手メーカーの量産乗用車としては最短名である。気候的には輸出用と同じ部分があるが、インテリアや機構細部は全く異なっていた。同社にとっては日本国内向けとしては初の普通車。 登録4座乗用車となった車である。1969年1月にモデルチェンジを行った。通称 N2 と呼ばれるこのモデルでは外装はわずかなデザインの変更にとどめられたが内装ではダッシュボードの大部分がパネルで覆われ乗用車らしいムードとなった。1970年1月には再度のモデルチェンジにより N3 へと進化している。 このモデルチェンジでは、正式に N3360 の名称となり、外装にも大きな手を入れられている。特徴的だった4足 MT がドグミッションから、一般的なフルシンクロ式に変更された。また象徴だった、高回転、高出力エンジンにも手を入れた N3360 タウンが、同年9月に追加されている。低速域性能を重視したタウンのエンジンは、27。 PS7000rpm へとチューニングされている。N360 は発売からわずか2年足らずで25万台を販売、総生産台数は65万台に達した。1969年以降、ラルフ・ネーダーが主導し、アメリカで社会問題になっていた欠陥者問題に影響され、日本でも同様に欠陥者球団の動きが生じた。この種の動きを見せた団体に、 日本自動車ユーザーユニオンがあり、当時のベストセラーカーであった N362、操縦安定性の面で重大な欠陥があると指摘、密室の故意による殺人罪で、本田総一郎を東京地方検察庁に告訴した。この事件に関して1973年の国会審議で日本共産党が質問中に示した数字として、 1968年から1970年の3年間で被害者362名というものがある。これによるイメージダウンもあって発売以来3年間日本国内販売周囲を誇った N360 の人気は下がり、1971年には後継モデルのナイフが発売されたこともあって、1972年に販売を終えた。また、 1969年4月に発表された普通乗用車の1300の生産計画にも影響が生じ、同社は当初よりも2ヶ月遅れて発売された。捜査の結果、本田総一郎は不起訴となった。また、本田技研工業は法外な示談金を要求したユーザーユニオンを強括で告訴し1971年11月、ユーザーユニオン専務理事、松田文雄。 顧問弁護士、安倍春夫の2名が、強化未遂容疑で、東京地方検察庁特別捜査部に逮捕された。裁判は最高裁まで争われたが、判決が確定したのは1987年1月で、実に15年もの年月を要した。同社は、N シリーズの派生型である、Z や、モデルチェンジ型である、ライフなどで、軽乗用車業界における、 新たな展開を求めたが、n 三百六十で失ったものを取り戻すまでには、至らず、当時の軽乗用車市場の縮小をも背景に、九百七十四年には、商用車のみを残して、軽乗用車の分野から一時撤退することになる。n 三百六十の開発に携わった、中村義雄は、後に、ユーザーユニオンの指摘した、用特性に、ロール特性が絡んだ不安定さを、 N360 が持っていたことを否定していないが、技術鑑定人として移植された渡り厚氏は、当時の道路運送車両法が、軽自動車の速度について、時速 60km 程度を想定しており、時速 100km を軽くオーバーする N のような、自動車の出現を予知し、盛り込めていなかったことに問題があるという趣旨の指摘を、行っている。一定以上の商業的成功を収め、 またドライブトレーンを強要したスペシャリティカーの Z や軽トラック TN360 などの派生展開によってホンダの業績拡大に著しく貢献した既存の軽乗用車に挑戦状を叩きつけたことでカテゴリ全体が大幅な性能向上を果たしよくも悪くも1960年代末からオイルショックに至るまでの軽乗用車業界の 活性化を流した存在とも言える。しかしオートバイ用をベースとしたピーキーなエンジンに依存した高性能は創業者ホンダ総一郎に代表される初期ホンダが備えていた一種の万有の現れともいえ、空冷油への騒音やドグミッション等は乗用車としての洗練を書いたものであった。それらは N360 の欠陥訴訟問題や N360 の思考をさらに拡大。 先鋭化した空冷小型乗用車のホンダ1300における商業を技術両面の敗退で一挙に露呈し、ホンダ総一郎の経営大一戦からの引退を促す結果ともなった。その後のホンダは高性能空冷エンジンに代表されるエキセントリックな面を抑え、1971年の N360 後継モデル、ライフ、翌1972年発売の小型乗用車、 シビック以降、両半四輪車のエンジンは、いわゆる、まろやか路線の元水冷方式に転換し、より普遍性のある設計への移行を進めていくことになった。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第十四号三ページより、ABCDEFGHIJ 絶版車カタログ国産車編、パート1九9 5 0から九百六十九七十七ページ、ホンダ N1 市場イコールプレミアムな軽自動車、ルーツは N360 時時通信、2012年11月14日2015年11月より、N シリーズのキャラクター、N コロくんにも用いられている。N コロくんの部屋、360cc 軽自動車の、すべて、3A 処方 P65 二輪車では、横置きの直列エンジンを並列と呼ぶ。日本車、カタログ三水車、 高段車、P45 国内二輪車の製造と販売で、同車に次ぐヤマハとスズキは、この時期の製造は競技車、市販車を問わずにストロークエンジンのみで、4ストロークエンジンを得意とする同車は、大廃気量化もしくは超高回転化の選択肢を取らざるを得ない状況であった。直列に気筒の4ストロークエンジンで等間隔、爆発を実現するには、 クランクシャフトの位相が2気筒で全く同じとなる360度クランクとせざるを得ない。この構造で高回転型エンジンとした場合、極大のフライホイールカベット振動を抑制するバランサーシャフトを与えない限り振動が激しくなることは避けられない。N360 のエンジンにはそれらの装備は与えられなかった。暖房性能の難は同時代に 空冷エンジンを用いていた多くの軽自動車にも共通する欠点である。大島拓山岡茂木自動車 P199 から 200N500 も計画されたが排気量の拡大は 400cc にとどめられた。その後 N600 ではクランクケース、トランスミッションなどが専用に開発された。 参考第71回国会内閣委員会第37号1973年7月4日、ありがとうございます。